はい、問1ですね。問題から、こういうふうな回路からですね、解いています。答えよりですね、スイッチ、こうですね、スイッチ S が、閉じてもですね、開いてもですね、同じ指示値示すとは、このブリッジが平行ブリッジですね。ということはどういうこと？ここを入れてですね、電流が変わらないということは、ここを流れる電流がないということですね。もし流れればですね、こう変わりますから。で、よってですね、こう掛け合わせたのが等しいということになります。8倍の R3 イコール2倍の R4 ですね。そうすると R4 は4倍の R3 と、こういうことになりますんで、回路を書いてみます。変わりますね。こうですね。それで、ワンメーターがあって、バッテリーがあるんですね。こうね。こうなりますね。で、ここが2オームで、8オームで、それからここが R3 で、ここが R4 ですから、これは4倍の R3 と、こういうことになります。からまたですね、電流計の指示ですね。よりですね、I、イコールですね、これが4分の E ですね。E にですね、R は4オームと、こういうことになります。はい。そうしますとですね、これ、ヘルスエコになりますかね。4オームは、8足す4倍の R3 プラス2足す R3 ですね。8倍の 4R3 かけですね。2プラス R3 と、こうなります。はい、そうしますと、これはですね、足しますと10プラス5倍の R3 と、こうなりまして、これは、かけますとですね、16プラス
8倍の R プラス8倍の、そうですね、プラス4倍の R3 と事乗ですね。はい。そうしますと、4倍の10プラス5の R3 イコールですね。4倍の R3 の事乗プラス16倍の R3 プラス16と。はい、そうしますと、これは 4×5 です。5でくれますね。2プラス R3 イコールですね。4倍の括弧、R3 事乗プラス4倍の R3 プラス4と、こうなりました。これ消えます。はい。そうしますと、こちら側はですね、R3 プラス2の事乗になりますから、5イコールですね。R3 プラス2となって、R3 は5マイナス2で、3オームと。こういうこと。